ちょっと急な雨に、襲われてるんで、まあ、急遽ちょっとね、収録してやり過ごそうかなと思ってます。で、まあ、先ほどね、知人の方と、まあ、今回の年金問題とかの話をしてたんですけど、やっぱりね、まあ、反対はいいけど、じゃあどうするのっていうとこなんですよね。で、まあ、自民党もあかんけど、じゃあどこがっていう、その受け皿がないなっていうのが、まあ、正直その時に一致した感想です。で、僕自身もね、まあ、今の自民党が素晴らしいとは全く正直思えないんですが、とはいえ、じゃあどこっていうところなんですよね。例えば今ね、ホルムズ海峡で非常に単価が攻撃されたりしてますが、そういう風になっても別に大丈夫やんっていうような方が保守の政党だったりね、あまりにもちょっとレベルが違うなというか、どうなのかなっていう。かといってその山本太郎さんのね、令和新選組、まあビジョンとしてはいいと思います。本当にビジョンとしてはいいと思います。けど、じゃあそこまでの過程プロセスっていうのが踏めるのかっていうのところに非常に大きな疑問をつけざるを得ない。そして今現状のね、その選挙戦術っていうか、まだ蓮池さんしか候補を立ってないわけですよね。そういったところで、そういうふうな政治プロセスをどれだけこう踏んでいけるのかなというのは、正直疑問せざるを得ないかな。なので、そうなんですよね、こう本当にまともな野党、こう自民党との対立軸ですよね。で、まあ、今の自民党がそのどっちつかず大きな政府でもないし、小さな政府を目指しているわけでもない。で、まあ、野党批判というのは基本的にはこう大きな政府を目指すような、まあ、高負担高福祉ですよね。で、まあ、低負担高福祉っていうことをね、まあ、言うような感じなんですけど、それはまずありえないだろうという。いうのはね、もう誰しも分かっているところなので、その辺ね、まあ、小泉さんじゃないけど、こう痛みをとかっていうところでしっかりこうデメリットも伝える、デメリットも踏まえた上で政策を語れる野党っていうのがね、そろそろ出てきてほしいなっていうのが正直なところですね。で、また年金のね、世帯間負担、これをね、まず解消してほしいなっていう、おそらくその今ね、もらってる人も金額減るやんって不満なのかもしれないけど、今それを支えてる払ってる側の身にもね、やっぱりならないといけないんじゃないかなって思うんですね。で、払う側が払いたくなるような方策っていうのは、やはりその負担をね、同等にしないといけないと思うんですね。で、まあ、ちょっとこの辺のね、詳しいことはまた、厚労省の資料とかも見つけましたので、また次回ね、詳しく解説したいなと思ってます。本当こう、本日常木さんが、まあ、フェアな世界をということでフェア党と名付けられて、本当僕その通りだと思うんですよね。誰にとってもフェアな社会、それをね、目指していくのがこれからの日本の進んでいく道かなと。やっぱりこう雷ですね、結構すごい雷雨になってます。本当にこれから取るべき、方策じゃないかなと
個人的には感じたりしてます。ちょっと雨足が弱まってきたのでまた移動したいと思います。またあなたがね、これからどういうふうな日本を目指すべきか、幸福し幸福担、低福し低負担、低負担幸福しはね、もうその少子高齢化ピラミッドがねしっかりなってる時代、高齢者が少なくてで、それ以下の支える年代がね多い時であれば可能でありましょうが、今現状のね人口ピラミッドで考えるとどう考えても無理なんで、日本語はね低福祉低負担なのか高福祉高負担なのかで、どういうふうな制度デザインにしていくかっていうところだと思うので、あなたのご意見をぜひコメントいただけると嬉しいです。こちらではテレビにはない切り口をお届けしますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待ってます。